1、2、皮膚に張りを与えること。実際に目尻も少し上がるんですね。こんにちは、おけんまもこと加藤ひとみです。今日はこめかみのへこみの改善法についてお伝えします。40代に入ると目の周りの張りが急激に失われ、こめかみのへこみが目立つようになります。特に痩せ型の方はその傾向が強いようです。こめかみにヒアルロン酸など注入してふっくらさせる方法もありますが、それも半年程度で効果がなくなります。今日お伝えする方法は自分でできるこめかみふっくら法です。それでは一緒に参りましょう。今日のテーマはこめかみのへこみですね。年齢重ねるごとにですね、おでこからこのこめかみあたりの脂肪が減ってくるんですね。若い時には全体的に均一に脂肪が乗ってたものが減ってくるんです。ちょっとこれ頭蓋骨なんですけども、わかりますかね。ここの目の横触ってみてください。骨、頭蓋骨の出っ張りありますよね。ここがへこんでるんですよ。こう触ってみるとわかりますよね。この頭蓋骨の通りになってくるわけですね。脂肪が減ってくる、加齢とともに表情筋も衰えてきますので、目の横、ここのふっくら感が本当になくなって、触るとすぐ骨、おでこもそうですよね。触るとすぐ骨を感じるようになってくるんですよね。でも一度減った脂肪というのは、食べて太ったからといってここにピンポイントでつくことはできないんですね。お脂肪の代わりをするのはもうあとは筋肉しかないです。筋肉でしたら何歳になっても鍛えれば育っていくんです。厚みも増していきますので、筋肉を鍛えてここに厚みをしっかりと出していくことが一つポイントになります。では眼輪筋を見てみましょう。意外とですね、しっかりとこの筋肉、眼輪筋はこの横、こめかみ部分までカバーしてくれてます。試しに実験してみましょうか。目の横に指を置いて片方ずつウインクしてみてください。片方ずつですよ。1、2、1、2、筋肉動いてるのが分かりますかね。筋肉が伸びて縮んで、伸びて縮んでしてますよね。でこれ眼輪筋ですよ。眼輪筋を今皆さん触ってるんですね。でこの指を少し、もう少し後ろの方にずらしてみてください。もっとこの辺に。どうですか、まだ動いてますよね。もうちょっとこっち後ろ、1、2、まだなんとなく眼輪筋の触りがありますね。ということはこめかみ部分まで眼輪筋がしっかりとカバーされてると。ということはここをしっかり鍛えたらここも厚みが出てくるということなんです。すごいですよね。減った脂肪の代わりを筋肉がしてくれるわけなんですよ。鍛えるんですけど、これから一緒にやっていきたいんですけどね。とにかくしっかりと何度も繰り返すことです。そして脂肪も減って筋肉が減ると皮膚が余りますよ。皮膚が余ると目尻が下がるんですよ。なのでここの脂肪を、こめかみの脂肪を減るということは目尻も下げるということになるので、とにかく筋肉で厚みを出して皮膚に張りを与えること、このトレーニングをするとこめかみがふっくらすることで、もう一つは目尻が上がってくるんです。下がってた目尻が上がる、この2つすごくいいメリットがあります。これから一緒にやってみましょう。最初はですね、指を置いて確認しながらの方がいいですね。指を置いてウインク、さっきと同じですよ。ウインクをします。はい、この時にですね、ギュッとしなくていいです。ギュッとすると目尻にシワが寄りやすくなるので、そこまでしなくてもいいので、軽くふっ、上まぶたと下まぶたがこう当たるぐらいでいいですよ。ギュッギュッとしたからといって効果が高いわけではないです。はい、1、2、1、2、1、2、ゆっくりいきましょうか。1、2、1、2、1、2、繰り返しますよ。一緒に1、2、1、2、筋肉動いてるの分かりますね。眼輪筋ですね。眼輪筋がしっかりと運動しています。これを感じながらやっていきましょう。で指をですね外してみましょう。1、2、軽く舌を噛みましょう。1、2、1、2、1、2、舌を噛む理由はですね、顔の下半分に力を入れないためです。眼輪筋に集中するために、力を抜くために舌を噛むんですよ。はい、OK です。でもしですね、片目ずつ目を閉じることができないっていう方がいらっしゃいましたら、閉じられない方を両目閉じていいです。例えばこの動きができない方はこうやって両目閉じる、
こうやって両目閉じる、こうやって両目閉じる。触ってみましょうかね。それでそのやり方で片目を閉じて両目閉じる、片目を閉じて両目閉じる。これでもまあ一応こちらの筋肉触れた時に動いてますね。なのでもうできないって諦めるんではなくて、両目閉じる形でもいいです。でもやっぱり一番効果があるのは片方ずつ、1、2、1、2、1、2、これをでやっていきましょう。でこれをしてるとですね、ここの眼輪筋にすごくこう張りが出てくるんですよ。特にこの下部分、この部分ってすごく大事なんですね。ここが盛り上がってくると、光が当たった時にここが明るく光るんですよ。ここのラインがこう明るくなると頬も上がって見えるし、目尻も上がって見える。実際に目尻も少し上がるんですね。ここをしっかり鍛えていくことが大事。でも眼輪筋が弱ってこのウインク運動も全然せずに普通に年齢重ねていくと、この眼輪筋がちょっとこう流れるんです。で流れていくと、こめかみのふっくら感もなくなります。目尻も一緒に引っ張られて下がっていくんですね。眼輪筋を丸い綺麗な形に保つということはとても重要なんです。もう一回いきます。頑張りましょう。最初のうちはここに指を置いて感覚を確かめましょうね。眼輪筋の。はい。軽く舌を噛みますよ。眼輪筋に集中して。一緒に1、2、1、2、ゆっくりしないと難しい方はゆっくりでいいですよ。回数なんですけども30回、1、2、3、4、右左閉じて30回いきましょう。1、2、まあこんな感じで30回やるといいですね。でこめかみをふっくらさせるのはこれが一番いいです。さらにですね、欲を言いますと、1日30回ウインクした後に下まぶた、ここ眼輪筋のこの下部分も一緒に鍛えていくと、さらに元気な眼輪筋が手に入ります。ここを今集中的に鍛えましたよね。今度ここはですね、目の下のたるみ改善の時にも、ね、お伝えしましたけど、とても大事な筋肉なんですね。この眼輪筋の下部分っていうのはね、目の下のね、無駄な膨らみ、眼下脂肪がこう出てくる、内側から出てくるのをしっかりとブロックしてくれる、目の下に張りを持たせるためにとても大事な筋肉ですね。眼輪筋の横だけでは足りないので、一緒に下まぶたも上げていきましょう。軽く舌を噛みます。これも集中的にここの眼輪筋に力を入れるために、顔の下半分の力を抜くために軽く舌を噛んで、軽く噛んで、はい、下まぶた上げましょう。下まぶたで目を閉じるイメージ、少し1ミリ2ミリ上げるくらいでいいですね。でできるだけ上まぶたは下げないように、はい、これを慣れたら次ウインクしてみましょう。1、2、少しバリエーションをつけて、下まぶた10回、ウインク10回で、それをちょっと繰り返してみましょう。下まぶたからいきますよ。軽く下を噛んで、2、はい、ウインク、下まぶた10回、はい、ウインク、もう一回いきましょう。下まぶた1、ウインク、最後のウインクいきましょう。はい、はい、OK です。1日ですね、ウインクできたら30回、先ほど言いましたけれども、例えば下まぶたを10回上げてウインク10回、下まぶたを10回上げてウインク10回、下まぶたを上げてウインク10回、これでもウインク30回になりますよね。間に下まぶたをぜひ入れてみてください。そうするとこのように眼輪筋がきれいに整って、この横部分もしっかり張りが出て、目尻も上がります。こめかみもふっくらします。頑張ってみましょう。こめかみをふっくらさせる方法についてお伝えしてまいりました。こめかみのへこみが改善されて、目の横がふっくらすると、それだけでかなり若く見えます。眼輪筋を鍛えると目尻も上がるので一石二鳥ですね。
今日もご視聴ありがとうございました。次回はほっぺたのコケの改善法についてお伝えする予定です。この動画がいいなと思った方はぜひグッドボタン、チャンネル登録お願いします。おけんママの詳細は下の概要欄でご確認ください。それではさようなら、おけんママでした。